放射線療法っていうのは、ある波長の紫外線を皮膚に当てて病気を治すって治療法なんです。どんな病気に使うのかっていうと、だけではかゆみが取れない方には非常に効果的です。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木由紀です。皮膚科って皮膚がかゆいって方が受診されますが、もちろん、塗り薬やかゆみを止めるアレルギー剤の内服も有効ですが、実は光を浴びるって治療があるんですね。アトピー性皮膚炎をお持ちの女性の方とか、あとレシシンが、ね、悪化されている方が多いです。水仕事や火事で手が荒れてしまうんでしょうね。実はね、手の湿疹なんですが、日常生活にかなり影響が大きくて、かゆみが辛いとか、赤切れが痛いっていうのもありますし、見た目が悪いから手を人前に出すのが恥ずかしいっておっしゃる方がいらっしゃいます。そんな時に、抗線治療ってご存知ですかって伺うと、知らないですっておっしゃる方がとても多いので、意外に知られていない抗線療法について徹底的に解説をしたいと思います。本日お話しする内容は、かゆみを止める抗線療法について、紫外線、抗線療法、どんな病気に使うのか、かゆみに効くメカニズム、治療期間について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、かゆみを取る方法について詳しくなれると思います。このチャンネルは、ニキビ跡、様々な皮膚トラブルでお悩みの患者さんに、正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。まず、紫外線っていうのは、皮膚に及ぼす影響としては、いい点と悪い点があります。いい点っていうのは、ビタミン D の合成です。紫外線をある程度浴びることは健康を維持するために必要で、紫外線を浴びることで体内でビタミン D が作られます。ビタミン D には食物からのカルシウム吸収を促して血液中のカルシウム濃度を一定に保つ働きがあって骨格を健康に維持するのに役立つので、骨粗しょう症を防ぐためにビタミン D は必須です。厚生労働省の調査によると、食品から取るビタミン D の必要量の目安は 5.5 マイクログラム程度。それに対して、1日に必要なビタミン D の量は15マイクログラム以上とされています。なので足りない10マイクログラムのビタミン D は、太陽光線を浴びて体内で生成する必要があります。紫外線の量は季節や場所、あと時間帯によっても変わりますが、1日に必要な日光の照射時間は夏であれば15分から30分程度です。悪い点は、シミができたりとか、紫外線によるがんが起こりやすくなるってことです。例えば、以前の動画でもお話しさせていただいた日光角化症、有極細胞がん、基底細胞がん、ミラノーマなんかが起こりやすくなります。抗線療法っていうのは、ある波長の紫外線を皮膚に当てて病気を治すって治療法なんです。治療器には2つあって、全身型のナローバンドと局所型のエキシマがあります。ナローバンドは311ナノメーター、エキシマは308ナノメーターの光を当てるので、この2つは3ナノメートルしか変わりません。ただ、紫外線って体に悪いんじゃないのって心配な患者様もおられますので、紫外線の悪いところをカットした上質な紫外線だけを浴びてもらいますと説明しています。全身にかゆみを感じていたら、日焼けマシンみたいな全身が入るナローバンドを使って、局所だけかゆいときは局所型のエキシマを使います。どんな病気に使うのかっていうと、最も多いのが、かゆみを取り除きたいアトピー性皮膚炎の患者さんです。ステロイドの塗り薬とか、アレルギー剤だけでは、かゆみが取れない方には非常に効果的です。あとは、ステロイドを使いたくない方とか、妊娠中、授乳中で、抗アレルギー剤の内服をしたくない方は、抗線療法をご希望されます。その他に、長期脳疱症、円形脱毛症、尋常性感染、あと色が白く抜けちゃう皮膚の病気、白斑、かゆみが取れずに皮膚が硬くなってしまった両親、あとは手湿疹にも効果がある非常に優れた治療器なんです。3割負担の健康保険になっていて、週に2回照射できるので、かゆみが強い方はお薬があっても、今日は光だけ当てたいですって通われる方も多いです。かゆみが取れてきたら月1回とか、たまに照射すればかゆみが抑えられます。抗線療法ってどうしてかゆみが取れるのかっていうと、抗線療法の波長は UVB なので、真皮の上層までがターゲットになっています。
かゆみを抑える神経繊維。これはもともとは神秘の中に存在しているんだけど、アトピーやかゆみをお持ちの方は、かゆみを伝える神経繊維が表皮の方に伸びてきちゃうんですね。で、抗生療法をすると、このかゆいっていう伸びてしまった神経繊維に働きかけて、元に戻してくれるから、かゆみが取れます。痛みがなくて、かゆみが取れるし、ステロイドの量やランクを減らすことができるので、いい治療です。でずっと全身のアトピーでお悩みの方って薬を塗っても無駄な気がして塗るのが逆に嫌になってしまう方がおられますが、かゆみが楽になると塗り薬を使う気力が出てきたという方がいて、どんどん良くなっていかれます。でどのくらいで治るのかっていうことについてなんですが、本当に目安だけのお伝えにはなってしまいますが、週に2回当てた場合、緊張性感染や円形脱毛症は10回目くらいから効果が出始めて、最低でも30回ぐらいは必要です。小石の膿症やアトピー性皮膚炎は3から10回目ぐらいから効果が出始めて20回ぐらいは必要です。白斑は10回目ぐらいから効果が出始めて30から50回ぐらいは必要です。ただ、その方の皮膚症状や薬の塗り方にも大きく関わってきますので、目安としてしかお伝えはできません。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで、今日はかゆみを止める抗生療法について、紫外線、抗生療法、どんな病気に使うのか、かゆみに効くメカニズム、治療期間について皆さんにお話をさせていただきました。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると今後の動画配信の励みになりますので、とても嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってみてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、きれいな肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるので、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。